いや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 、もうね、非常事態ですよ。あのね、最近 YouTube ライブでも話したんですけど、実はあのね、新しいソニーのリーク情報が出てきました。んで、最近のソニーのリーク情報、リークっちゅうのは要は噂話なんで、まあ確定な話ではないんですけれども、にしても最近のソニーのリークはそんな外れてないということで、今回も期待大でね、まあ例のカメラの話とか出てきたわけですけれども、ただなんですよ、そのねリークね、まだ多分日本語で出てなくて、僕が今これ撮ってる段階の時は、んで英語でしか出てないんですが、まあ読みんあさっていくとですね、しれっと書かれてるところに僕すごい注目してしまいましてですね、ちょっと今日はそこについて特にお話ししたいと思っておりますので、こちら最新のリーク情報について皆さんこう楽しんでいただいて、こうワクワクしていただけたら嬉しいと思います。というわけで最後まで今回もいってみましょう。よろしくお願いします。どうもミリオネアのウィディです。僕たちは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、そうなんですよ、もう新しいカメラの情報がもう出てきた。今年はソニーさん一体どれだけ頑張るんだいということですよ。まあ一応ね、もうカメラの方がね主に出てました。っていうのもですね、ソニー α7-5 でございます。まあアルファシリーズのスタンダード機ですよね。もうなんかある意味いいとこ取りしてるというか、もうスタンダード中のスタンダード。ただ価格がスタンダードじゃなくなってきてるけど、でもソニー α7-5 というね、もうその名前が、あれこの前7-4発売されたばっかりじゃなかったっけって思う方も多いと思うんですが、これがね2024年後半から2025年頭にかけて出てくるんじゃないか。お前それにしても、じゃあでもまあリーク上出すの早えわって思う方もいると思うんですが、もうね言うてる間ですよ。2024年ってお前来年やないかって思う方もいると思いますけど、今考えてみてください。9月ですよ、もうこの言うてる間にね、すぐ冬が来て、でお正月来て、で桜見て、でサーフィンして、気づいたらもう7-5ですわね、発売されたらね、予定通り。まあっていう感じになっておりましてですね、これがまあすごいカメラになってるんですが、まあぶっちゃけて僕ここにめちゃくちゃ興味あるかって言われたら、そないなんですよ。めっちゃ興味あるか、いやー微妙やなって感じではあるんですが、今回はね一応スペックザクッとっておかしいな、サクッとやな、まとめてきましたので、ちょっとまあその辺見ていきたいと思います。まずリアルタイムトラッキングオートフォーカスの向上によって、カメラ自体のそういった AF 精度とかのね、まあ計算力とか、なんていうの、演算力っていうんですか、ああいうのが飛躍的向上したモデルになるんじゃないかと言われております。で AI 技術によって被写体の識別であったりとか、ロックオン機能みたいなのもついてくるんじゃないかみたいな、そういうのが出てきてもおかしくないんじゃないかって言われてますね今ね。でここがね結構面白いんですけど、まあ大体ソニーのねそういうアルファシリーズとかもそうなんですが、背面液晶が 3.0 インチでもう皆さん慣れてると思いますが、今回から 3.2 インチもしくは 3.5 インチになるんじゃないかと言われております。ちょっとだけ大きくなるんですね。でもこのね、仮にまあ 3.5 インチやったとしましょう。3インチと 3.5 インチっていうのは結構違うんですよ。だってよくね外部モニターとか見たら5インチ 5.5 インチとかあるでしょ。だからその微妙な違いって結構大きかったりするんで、この3インチが 3.5 インチとかになるって意外とサイズ感変わってくるんですよ。なのでまあそういうの大きく確認したいとか、もっとよりピントを的確に合わしたいっていう方にとってはもうこれ喜ばしい機能じゃないかなと思います。ただまあ個人的に筐体でかくなるんじゃないかなとか、なんかそんな考えるんですけど、その辺はどうなんだろうっていうのもあるんですが、まあなんかレイアウトも変わんのかな、わかんないですが、まあそういった形で背面液晶モニターが大きくなるんじゃないかと言われております。でリフレッシュレートの向上によってアクションシューティングであったりとか、再生自体もかなりスムーズになるんじゃないかとここでは書かれていました。なのでまあ今までよりもね、よりなんていうんやろう、30フレームとかでもよりリアルにこうより的確なねこうフレーミングを実現するんじゃないかっていうところになってくると思います。で α7-4 では UHS-2 の規格がね1機搭載されてたんですけれども、今回の5からはそれが2機になった上で CF エクスプレスタイプ A に対応するんじゃないかとも言われております。ついにスタンダード機でもですね、この CF エクスプレスタイプ A が対応するようになるっていう形です。これは結構すごいですよね。でまあこの辺はちょっとマニアックになるかな、 USB
USB4.0 の搭載っていうところがありましたね。一番最新の USB 接続規格がまあ入るんじゃないかと言われております。これで有線になった時により高速により迅速にね、まあデータの転送であってやり取りができるようになるので、例えばなんですけれども、今これねちょうど話してる時期が今日まさに僕 iPhone15 Pro 取りに行くんですけれども、まあ C になったじゃないですか、ああいうコネクターがね。で iPhone は例えば外部モニターでもっと C で活用する、 CC でまあちょっとね無線怖いから有線で活用するってなった時とかにも、まあ結構この辺はね役に立つ、よりねちょっとラグが少ない感じ、遅延が少ない形で何かそういったね役立ちっていうのが出てくる可能性はかなり大きいと思います。で Wi-Fi6 であったりとか Bluetooth5.2 での接続機能もここは付随してくるんじゃないかっていう風にそこでは書かれてたので、この辺も結構ねまあ魅力的なところかなと思っております。でこれね、まあ大体ざっくり話したぐらいのことが出てたんですけれども、価格がねおおよそいろ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 あって落ち着いて、まあ R5 と7.4 の間ぐらい、おおよそ$2,200ぐらいで発売、実売の価格は落ち着くんじゃないかと言われております。でこれがですね日本円に直すと2023年9月の段階でですね、今の段階で32万円程度になるので、まあ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 原価償却で考えるとあーって思う人もいるぐらいの価格になってくるかなと、まあこの辺思っておりますので、まあその辺どう捉えるかっていうところにはなってきますが、まあそこだけでね別に買い物するわけではないと思うのであれなんですが、まあそういったね7.5がまあ出るんじゃないかっていうリークが出てるってことですね。ここまで話してきた7.5のリークっていうのももちろんとても面白いんですけれども、その中にあったある一文がね僕をすごく今日の本題ですよ、やっと本体をオープニングアクトみたいな前座扱いして、でここからが本題になってくるんですけれども、その中にソニー α7-5 の発売に合わせてやっぱりねより素晴らしいレンズ群をソニーが導入する可能性があるというねことが書いてありました。その中にあった中で僕が特に気になった日本のレンズがですね FE20mmF1.4G、 そして FE50mmF1.2GM の後継機になっていきます。まあ後継機っていう風には書いてなかったんですが、 FE50mmF1.2 のような高級プライムレンズを覆うような形でみたいな感じで書かれてるのは、まあ後継機と言ってもまあまあ間違いではないかなと思います。で今回特に僕がもうタイトルにも多分あるように100万円出してでも買いたいぐらいのレベルのレンズがですね FE20mmF1.4G ですね。このレンズに関してはちょっとさすがに見逃せないと。ここ最近のソニーいろんな発表あったけど、まだリークなんであくまでこれはねもうちょっとエンタメ要素として楽しんでほしい部分でもあるんですが、この F1.4G が出ることっていうのは多分ここ最近で一番テンション上がったんちゃうかな僕マジで。もうこのチャンネルずっと見てくれてる方からしたらね、もう分かったよお前のその話はってなるかもしれないんですが、もう今も 20mm の F1.8G で撮ってるんですよ。もうこのレンズでめちゃくちゃ使ってんすよ僕。もうねほぼ毎日絶対に使ってると言っても全然過言ではないぐらい使ってても愛してやまないレンズなんですね。なのでもしこれのね 20mm、まあ、進化したね F1.4G のレンズが出てきたら、もうこれは僕はもう飛びつくほかないだろうと今考えてるわけです。ただまあ一個気になるのが、現状 G レンズ群の中でおそらく G っていう名前を持ってる中で開放 F 値が 1.4 って多分ないんですよね。 1.8 からやったと思います多分。ちょっとここね完全に正確じゃないんで、もしかしたらあるかもしれないんですが、僕の記憶ではないんですよ F1.4G レンズって今んとこ。なのでこれはもしかしたら GM として G マスターレンズ、ソニーの一番最高級ラインナップのレンズとしてこの 20mmF1.4GM としてまあ出てくるんじゃないかなと個人的に思ってます。確かに
こんなに汎用性高くてこんなにおそらく売れてるレンズやのに未だにこれが GM として出てないっていうのは気になりますよね。こんだけね人気のあるレンズやからこそ GM に落とし込んだ版が出てもいいんじゃないかなと思ってます。まあただねやっぱ G レンズって軽さとかが魅力やったりもするんで、今このやっぱ20の 1.8 の G って軽くてすごいいいんですよね、使い回しに。なんですがこれが GM になるとちょっと重くなったりしたらどうなんだろうっていうのはあります。まあ最近のソニーの技術で F1.4 でもフィルター径 67mm は全然実現できてる範囲なので、まあフィルター径に関しては特に 67mm でまあ想定してても問題ないかなと勝手に思ってるんですけれども、ただちょっとね重さ逆に僕はやっぱもうちょい軽くなったら嬉しいなぐらいの、この来年やし、まあ技術も進歩してるんじゃないですかぐらいの感じでね、まあある種期待値、贅沢な期待値かもしれんけど、このまあ重さ据え置きかもうちょっと軽くなったぐらいでこの 1.4GM が出たらもうねこれはねいくら出してでも買いたい。100万って言われることはないと思うけど、それでもねそのレンズはさすがに喉から手が出るほど欲しいとはまさにこのことじゃないかなと僕は思ってるわけです。で FE50mm F1.2GM の後継機が出たとしたらもうこれはですよ、これに関してはもうこれ以上何を良くするの、これこそ小型軽量しかないんじゃないかって僕は思ってますけれども、まあね今でも十分手ブレも強いし、まあソニーの中でもフラッグシップレンズですよね、もう GM の中でも 50mmF1.2GM というのはですねもう神レンズと言われてますね。もしこの後継機が出てくるとなると何が進化、もう僕今んところ小型軽量しか出てこないんですよね。それ以外のスペックが現状僕が知りうるカメラの技術力の話で言うなら多分マックス出てるんで、これ以上何を良くしてくるんだみたいなっていうところを考えたら、ちょっとこの2本が同時にリリースされようもんなら結構マジで冗談抜きで60万70万散財は覚悟した方がいいかなと思ってます。他にもね 135mmF1.8GM のね名前とかも出てたんで、もしかしたらその辺もまあそろそろラインナップとして後継機のまあ開発に取り掛かってる可能性はゼロじゃないかなと思います。なので今回僕が言いたかったのはこの 20mm と 50mm ですよ。特にこの2つのレンズに関して僕が一番使ってんすよ。 20mm の F1.8G と 50mm の F1.2G も一番使ってるんですよ。その一番使ってるレンズたちの名前が同時に上がってきたらそらもテンション上がるでしょっていうことでね、そんなことでね今回この動画まとめてきました。明らかに 7.5 を紹介してる時のテンション感と違うと思いますが、僕はもうこっちなんですよ。このレンズ側にテンションが上がったっていう話です。はい、というわけで今回はですねまあ新しく出たリーク情報についてワクワクする形でまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。まあ YouTube ライブでもいろいろ話したんですが、改めて皆様のねまあお気持ちであったり期待であったりとかをコメントでいただけたら嬉しいんですけれども、まあねこれからもうソニーもしかしたら年内まだ全然発表あるかもしれないんで、9月なんで冬頃あるかもしれないんで、まだまだ先の話やとね思いがちなんですけれども、言うてる間に来るんで来年末なんて。だからこそ今からワクワクした気持ちでそれに備えて、まあ鵜呑みしすぎてね他の買い物億劫になるわとかは良くないと思うけど、ちょっと期待しとくとか、ね、そういうのはすごい大事だと思うんで、よかったら皆さんねこの動画で一緒にワクワクしていただけたら嬉しいと思います。というわけでミリオネームでは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今目指せ1万人ということでめっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったなって思う方は高評価コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。